梅の見頃を迎えた3月3日4日の両日、深大寺では江戸時代から続く厄除け元山大師大祭に合わせて、日本三大だるま市の一つ深大寺だるま市が開催されました。本堂の前には参拝者の長い列、大きなだるまが出迎えます。境内にはたくさんの店が並び、大小さまざま、色もカラフルに数々のだるまが飾られ、どの店も大盛況です。目的は何ですか？だるまの買い替えですね。毎年来てですか？まあ、だいたい毎年来てます。じゃあ今日はあの納める、これはこれは新しく買ってきてもう納めた、古い方はもう納めてます。あのどんなお願いを？かなり安産でしたね。健康第一とか。元山大師堂前にはだるまの目入れを待つ多くの人が、新しいだるまを手に長蛇の列。こちらでは僧侶の手によって、一つ一つのだるまの左目に物事の始まりを意味する魔の字が書き込まれます。このだるま納め所には、役目を終えただるまが成就を意味する運の字を右目に入れ、次々に納められます。深大寺だるま市には、境内とその山門周辺にだるま店を中心に約300店舗が軒を連ね、2日間で約10万人の人が訪れました。